セイグナチオディロヨラ教会の天井画。クーポラのように見えるが、実際は、え、クアドラトゥーラとは、17世紀に生まれた遠近法の技法を用いて描かれた天井画で、作詞を利用して平坦な天井を立体的に見せた。ここではそれに近いディーソットインエスと共に、イリュージョニスティックな天井画として説明する。イリュージョニスティックな天井画は、ルネサンス、バロック。 ロココ美術の伝統的技法である。トロンプルイユ、投資投影といった空間効果を駆使して天井に三次元空間、あるいはそこにはない二次元空間があるように、下から見上げる人々に錯覚させた。アンドレア・マンテーニャの夫婦の間のオクルスに描かれた青空や、アンドレア・ポッツォが、セイグナチオディロヨラ教会に描いたフレスコ画のクーポラなどが、その代表的なものである。 アンドレア・マンテーニャによるディ・ソット・イン・ス・フレスコ天井が、マントバのデュカーレ宮殿、夫婦の間。ディ・ソット・イン・エスとはイタリア語で、下から見る、下から上という意味である。ディ・ソット・イン・エスは、イタリアルネサンス絵画のクワトロ・チェント後期に発展した。著名なものは、前述したアンドレア・マンテーニャの夫婦の間と、メロッツ・ダ・フォルリのフレスコが。この技法は、 後の画家たちにも影響を与え、プロスピティバ・マラジアナと呼ばれた。コレッチョはパルマ大聖堂でこの技法を用い、それは壮大で華麗なバロック建築につながった。この技法は奥行きを縮めた人物や建築上の消失点を用いることが多かった。17世紀に生まれ、バロック画家たちが用いた。他のトロンプルイユ技法やディーソット・イニエスの装飾は、 騙すための技術に頼ることが多かったが、クアドラトゥーラは17世紀の遠近法及び建築空間表現の理論と直接結びついている。画家たちは平ら天井、または半円筒天井に実際の建築から続いているように見せかけの建築を一点、投資図法で描いた。人物の極端な短縮法、彩色された壁と柱が深いくぼみや天体、 青空の錯覚を生み出した。天井に描かれた絵は、壁画の彫像やうがたれた穴から覗く青空を装った。クアドラトゥーラは、アナモルフォーシスのような他の画法にも用いられている。ありがとうございます。